三人目女性が福岡の一夜を証言。マスローブの松本人志が5000円で売買座限役の M1 王者、もう呼べる女の子いないよ。活動休止発表の松本人志告発者、エ子さんは裁判になったら証言台で説明します松本、とうとう出たね。 に専門家はまさにセカンドレイプ3人の女性が新証言恐怖のスイートルームは大阪、福岡でも行われていたから続く。昨年12月27日発売の週刊文春が報じた松本人志と恐怖の一夜、俺の子供産めや。 お笑いコンビダウンタウンの松本人志60がスピードワゴンの小澤和弘50に女性を集めさせ東京六本木にあるグランドハイアット東京のスイートルームで飲み会を開催。福岡でも行われた松本への性接待。参加者の A 子さんに対し松本が俺の子供埋め合いなどと性行為を迫った様子を証言と共に昇法。 さらに別の飲み会に参加し、同様の経験をした B 子さんの証言も掲載した。記事掲載後、松本と接点を持った女性たちの証言が続々と寄せられた。彼女たちの証言で浮かび上がるのは、後輩芸人が松本に女性をあてがうセックス上納システムの全容だ。松本への性接待は東京だけで行われていたわけではなかった。 2015年11月14日から不定期に計9回放送されたバラエティ番組福岡ひとし福岡放送福岡県を訪れた松本がお笑いコンビパンクブーブーの黒瀬純奈と共にノープランで街中を観光する人気番組である2016年7月2日の第3回放送の収録が行われたのは同年6月6日のことだった 松本が福岡を訪れる数日前、福岡市在住のシーコさんは、友人女性からクロセさんの後輩芸人とみんなで飲み会をしよう。ビップも来ると誘われたと言う。だから、俺は素人と結婚したんや。当日、シーコさんと友人、後輩芸人の3人で待ち合わせ、歓楽街の居酒屋に向かった。そこで彼女たちは初めて、ビップが松本であることを知らされる。 その日、松本さんは別の女性を宿泊先の部屋に招き、黒瀬さんが接待をしていたそうで、私たちは長時間待機させられました。2軒目に行った中洲のバーで、後輩芸人が、今日はもう遅いから、松本との飲み会はないかもしれんなと言っていたのですが、その矢先に彼が、黒瀬さんから連絡が来たと言い始めました。シーコさん、福岡屈指の高級ホテルである、グランドハイアット福岡。 三人を出迎えたのは、九年 M1 王者の黒瀬である、上階にある一泊約20万円のグランドエグゼクティブスイートキングに向かう最中、彼らから、松本さんがいるとは知らない感じで部屋に入ってね、と、念を押されたという。松本さんは、私たちのような素人に、わーっと驚かれるのが好きなのだそう。部屋に入ると、松本さんは、T シャツにジーパン姿で、王入りと、 テーブルには缶ハ杯やぶどうなどが置いてありましたが、松本さんたちは酔っ払っていなかった。シーコさん、太鼓持ちに徹し、場を盛り上げていたのは、クロセと後輩芸人。夜が更けるにつれ、場の雰囲気は怪しくなっていった。女性陣に自慢の大胸筋を触らせた後、松本は結婚について、次のような持論を展開した。 有名人と結婚して不倫すると奥さんや相手の事務所にも迷惑がかかる。だから俺は素人と結婚したんや。有名人と結婚したら遊べへん。有名人と結婚する人はすごいわ。深夜12時を過ぎた頃、声を張り上げたのは黒瀬だった。寝室でバスローブに着替えた松本に迫られ、松本さん、そろそろ決めましょう。 クロセはシーコさんを隣の寝室に呼び出し、彼女の腰にしつこく手をはわせながら迫った。松本さんが二人きりになりたいって言ってるんだけど、どうかなシーコさんが振り返る。その瞬間、私は心の中で、ああ、やっぱりそういうことってあるんだと思い知った。でも、ここまで来てしまった以上、後戻りはできない雰囲気でした。 2人きりになることを了承すると、私と松本さん以外のメンバーは、じゃあ僕らは一旦出ますね、と部屋から出て行きました。寝室でバスローブに着替えた松本は、ちょっとエッチな気分になってきたんやけど、と、シーコさんに迫ってくるのだった。キスの後、抱き寄せられて性行為に、30分ほどの行為の後は、別々にシャワーを浴びて、リビングで5分ほど談笑しました。 松本は黒瀬さんに連絡を入れたのか、彼らも部屋に戻ってきた。それから間もなく、黒瀬さんは、チャックのついた小さなポーチの中から、タクシー代と言って、5000円を差し出してきました。それを受け取ると、松本さんたちは、じゃあバイバイと、それを聞いたとき、松本さんって、いつもこんなことしてるんだと、心底、虚しくなりました。シーコさん、福岡における性接待は、これが初めてではない。 2015年11月の第1回放送の収録後、クロセは知り合いの女性を手配し、松本に上納している。地元の会社経営者が証言する。あの日、うちで働いている複数の女性が、クロセさんに呼ばれ、松本さんが泊まっていたスイートルームに行きました。その際、彼女たちは、クロセさんの後輩芸人から、松ちゃんに選ばれたら、性の接待があるよ、と伝えられていた。 限界体制で携携帯帯電電話の電源を切れれととか携帯は持ち込むなと言われたそう最終的に松本さんは大勢の女性の中から一人の子を選び肉体関係を結んでいた直撃取材にクロセは約3ヶ月ごとに訪れる福岡人志の収録当日夜に行われていたのはクロセ後輩芸人たちによるより取りみ取りの性接待である 彼らは周囲にアテンドの苦労を次のように口にしている。松本さんが福岡に来るたび、接待をしなきゃいけない。しかも毎回新しい女の子を集めなくちゃいけないんだけど、正直もう呼べる女の子いないよ。1月7日、沼津楽ン吉本劇場のライブに出演するため、沼津駅を訪れたクロセを直撃取材した。クロセさんすみません。週刊文春ですけど。はいはいはい。 福岡で福岡ひとしの収録後に黒瀬さんが女性たちをアテンドして性接待をさせていたという話があります。あーいや、そんな全然、女性たちと松本さんと飲み会はされましたかあーいや、全く。全然そんなんやってない。2016年6月、グランドハイアット福岡に松本さんが泊まっている際、後輩芸人が女の子を連れてきて黒瀬さんが迎えに行った。 ちょっと劇場の出番なんで、ちょっと、松本さんがいるベッドルームに行くように女性を促した出番があるんで、女性を紹介したことは、そういうことはない。ちょっと僕からこういうことをどうのこうの言うことっていうのはできないと思うんで、すごい大きな問題なんで、僕がここで個人的なことは、吉本工業に対し松本の性接待について改めて質問状を送ると、 回答はなく、次のような連絡があっただけだった。岸前後に対して名誉毀損による訴訟定義を予定しております。本質問上にあるような事実を記載して、新たに名誉を毀損する記事を発売されるのであれば、当然に法的措置を講じるので、その旨予告します。